3名です。男子 1500m 予選が行われています。この種目の大会記録は3分44秒54、日本学生記録は3分35秒69、そしてワールドユニバーシティゲームズ県標準記録は3分43秒00です。予選は2組行われ、各組6着までと7着以下、記録上位3名が決勝に進みます。まもなく 400m の通過、63秒、マイケイトを先頭に、まもなく 800m の通過、2分5秒、この間の 400m、62秒、1着、宇田川俊也、青山学院大学、3分46秒85、2着、栗原奈緒、城西大学、3分48秒21、3着、石川心、東洋大学、3分49秒、
じゃあ来週別は相手がね、ちょNo. 2着、山内健人、青山学院大学。